どうもラオチンです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は好きな絆技トップ5やっていきたいと思います。このトップ5ですけども強いとかではなくって見た目が好きなトップ5となってます。これはね結構個人的な意見が入ってると思いますけども、早速行ってみましょう。それでは第5位はこれです。フィニッシュの時のシャキーンっていうところがかっこいいのでめちゃくちゃ好きです。第5位モノブロス。それでは第4位いきましょう。第4位はこれです。バナナの皮で滑っちゃうっていう何かお約束的なところが好きですね。でもこれ見た目だけじゃなくって強いんですよ。めちゃくちゃ強い。ただ使い方を間違えなければすごく強い必殺技なので、まあ、もしよければ使ってみてください。ちなみにアプノトスとポポ同じです。同じ絆技となってます。第4位はアプノトス、そしてポポです。それでは第3位はこれです。絆技にナビルーが登場するところがいいですよね。衣装を変えていろんなナビルーで楽しんでます。第3位クルルヤックです。それでは続いていきましょう。第2位、これはエフェクトが単純にかっこいいっていうことで大好きです。第2位クシャルダオラですね。それでは続いて第1位に行ってみましょう。第1位はこれです。ブラキの必殺技だけ何か毛色が違う感じになってます。それがねものすごく好き。なんかこうストーリー仕立てになってて、ブラキのね悲しみとかそういうのが詰まっててめちゃくちゃ好きなんですよ。第1位これダントツです。ブラキディオスです。それでは今日は大好きな絆技トップ5やってみました。これ強い技っていうわけではなくって単純に好きな技ということですね。皆さんの好きな技は何でしょうか。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。